皆さんこんにちは、モモンガです。今日はですね、ベストコスメって言ってもそういうコスメオタクとかではないので、なんかめっちゃ集める、まあ好きなんですけど、めっちゃ集めるかって言ったらそうでもないんですけど、上半期にいろんなねコスメを買って、これいいやん、これから使おうっていうのがいっぱいあったので、それを厳選して5つ紹介していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。一つ目、じゃん、ユーワーグラムのアイブロウペンシルなんですけど、これはダイソーのものになります。で、この先っちょがすっごく細くて、これまでダイソーのアイブロウペンシルってもうちょっと太かったんですよ。わかるかな、ここに書いてるんやけど、こういう感じで細くて描きやすくて、でしかも私今涙袋に描いたりとか、まあ、眉毛とか描いたりしてるんですけど、これがすっごく使えました。これが出てからもこっちのアイブロウペンシルもリピートしようって思いました。2つ目、ロレアルパリのヌードナクレ651番になります。でこれはちょっとあの貝殻のようなあの感じになってるんですけど、なんか結構使っちゃってるんですけど、色がちょっと明るめで、でもブラウンでゴールドとかのラメが入ってるんですけど、こういう色のリップに挑戦したことなくて、で前ロリアルパリから新作出ますってなった時にすごい気になってこう買って、で塗ってみたらすごい良くて良かったので、これもベストコスメです。おすすめです、キラキラしてるし。3つ目、赤リップです。これは吉田かりさんがプロデュースしてるリップなんですけど、これはレビューをしてるので、今さっきのリップもこの赤リップもレビューしてるので、ぜひそっちを見ていただけると嬉しいんですけど、これはコナレベージュっていう色で、私はあざとオレンジがすごく好みだったんですけど、あざとオレンジを今姉が使ってるのでちょっとこれを貸してもらってるんですけど、お気に入りポイントはこれあの全部出したらもう戻らんくなるからこのまんまなんですけど、ちょっとスースーして匂いが気になるところもやっぱりあるんですけど、皮むけしないし、その私はこの組み合わせで最近ずっと使ってて、赤リップをベースに塗って、その上にこのロレアルパリを塗るんですけど、そうするとなんかロレアルパリだけやったらこうちょっとカサカサになるんですけど、この赤リップを下に塗っておくこと、赤リップだけでもいいんですけど、色付きがすごい好きやから、色付きなんか色が濃いものが好きなので私は、だからまず赤リップのベージュを塗ってからこれを塗ると、もうすごい今塗ってるんですけど、すごいいい色で、しかもプルンってなってて、手じわがなくなり、乾燥知らずになって、色落ちもすっごい少ないので、この組み合わせ、赤リップを使うことによってなんかリップの発色とか持ちがすごく良くなるので、赤リップ単体でもいいんですけど、私はプラス口紅をつけるのがすごくハマってます。4つ目、セザンヌのハイライトです。これはいつ買ったのやろう、でも今年入ってから買ったんですけど、そのこの今使ってるハイライト、ね、すごいいいツヤで、いいツヤだし、ブラシも密集しててすごいつけやすいし、もう色が本当にねキラキラしてて、白くなくて、このなんとも言えぬ色なのですごい気に入ってます。このハイライトすごい好きです。なんかね、いろいろあのキャンメイクのハイライトとか使ってたんですけど、このセザンヌのハイライトが一番馴染みが良くてキラキラしてて可愛いかなと思います。5つ目、バビメロのファーストコレクションアイズ、ニキサキノちゃんがプロデュースしたバビメロのアイシャドウパレットなんですけど、色がこんな感じになってて、すっごい可愛くて、どれもキラキラしてるんですよ。で、あの詳しい詳細というか、そのやっぱりニッキー咲乃さんがあの作ったコスメになるので、ニッキー咲乃さんの動画を見ていただけると多分一番魅力が伝わるかなと思うんですけど、このキラキラとこのキラキラとこのキラキラと全部同じキラキラでも、そのラメの色とかが全然違うくて、それがめっちゃ可愛いんですよ。どの色も合わせて使うと普段使いにもできるし、こうちょっとこの紫とか何回か重ね付けしたらちょっとおしゃれな感じにもなるし、
この茶色とかもすごい普段使いしやすいので、このパレットを持っとけばもう大体大丈夫って思ってて、涙袋もキラキラになれるから、私はもうこのアイシャドウパレットめちゃめちゃ気に入りました。今のところこの5つがお気に入りのコスメなんですけど、ベストコスメなんですけど、このユーアグラムの、まあ、ダイソーの眉マスカラもめっちゃ良くて、こんな感じなんですけど、まあ私は眉毛描くのが上手じゃないんですけどね、あのこんな感じの色です。ちゃんとつくし落ちないんですよ、これ落ちないし、私いつもヘビロテの眉マスカラを使ってたんですけど、これ100円でかなり発色も良くて色もいいので、私はめっちゃこれが気に入りました。とアートクラスバイロダンのシェーディングなんですけど、私はこれいつ買ったのかな、多分でも今年入って買ったのかな、めっちゃこれも気に入ってて、シェーディングするときってそのシェーディングのものによるんですけど、茶色がガッツリついちゃうとかあるんですけど、これはほんのり綺麗に重ね付けして調整していくっていう感じで、これもすっごい良くておすすめですね。ベースとかはやっぱりまだファンデーションはつけずにやってるので、あれなんですけど、まあそれはもう4年ぐらいずっと使ってるから上半期とかないんですけど、まあね、それがおすすめです。あとはまあスキンケアとかをファンケル使って、肌年齢が1ヶ月で、前はね26歳だったんですよ、ファンケルは。でも今回16歳になってて、なんか10歳ぐらい若返ってたから、それはまた3回目の肌診断行ってまた良くなってたらレビューしようと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんおすすめのコスメとかあればコメントしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。